より小さい2024年8月2日、金曜日パリ2024オリンピック競技大会男子バスケットボールグループ B 日本84102ブラジルアットスタッドピエールモーロはパリ五リン男子バスケグループフェーズ予選ラウンド組み合わせ試合日程パリオリンピックが現地時間26日、金曜日に開幕。 今大会で33回目となる夏季オリンピック競技大会はフランスパリを中心に8月11日まで開催される。2日、バスケットボール男子日本代表、世界ランク26位はグループフェーズ最終戦で、ブラジル代表、世界ランク12位と対戦。この試合での勝利がグループ突破への絶対条件だったが、84対102で敗れた。試合レポート。 この試合、チームのスコアラーであるシャープ88村類、ロサンゼルスレイカーズが全試合での左皮腹筋の負傷によりチームから離脱。万全ではない状態で大一番に臨んだ。日本代表最初の得点は大黒柱シャープ24女子ホーキンソン、サンロッカーズ渋谷。それに続き、フランス戦で大爆発した司令塔シャープ5川村勇輝、横浜 B コルセアーズ、 がスリーピースシュートを沈める。ここからシャープ5川村勇気が連続スリーピースシュートにバスケットカウントと獅子粉陣の活躍を見せる。苦しい展開が続きブラジル代表に12点のリードを許すが、シャープ91吉井優隆、3円ネオフェニックスがスリーピースシュートを決め流れをつなぐ。しかしブラジル代表のシュートがよく決まる。 1> 第1球のスリーピースシュート成功率は83%。20対31の11点ビハインドで最初の10分を終える。第2球開始7秒でキャプテンシャープ二戸橋勇希、千葉ジェッツ、それに続くように交代で入ったシャープ18馬場雄大も今大会初得点となるスリーピースシュートを決める。7点差まで詰めたところで、 この試合泥臭いプレーを続けるシャープ12渡辺優太がリバウンドからバスケットカウント。交代で入ったメンバーも奮闘するが、ブラジルの攻撃を止められず再び点差を離される。残り1分54秒、シャープ12渡辺優太が難しい体勢からスリーピースシュートを決めきり9点差に。しかし最後は残り1秒でブラジル代表のレオナルド・メインデル、アルバルク東京、 がスリーピースシュートを決め返し44-55で前半終了。ブラジル代表は前半のスリーピースシュート成功率85%という驚異のスタッツを残した。